1月16日火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、水がない原発は被災地の首長が語る能登半島地震の現状と切望することです。石川県が発表した七尾市の状況をまとめました。ご覧ください。死者は5人、怪我人は軽傷の方が3人いらっしゃいます。28カ所の避難所に合わせて1741人が避難されています。建物の被害、住居は合わせてですね6775棟、停電は中島町の河内別所地区でおよそ10戸未満、断水は七尾市のほぼ全域に及んでいます。この避難所の場所を見てみます。少し大きな地図に変わります。こちら色がついているのが七尾市です。ここの中、避難所は星印がついた28カ所、現在の道路状況ですが、このオレンジ色の線、これが通行止めです。なお能登鉄道 JR 七尾線の一部運休となっています。それではここからのゲストをご紹介します。石川県七尾市長の茶谷義孝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、七尾市長の茶谷ございます。よろしくお願いいたします。元日から2週間以上、市長も職員の皆様も不眠不休で被災者の皆さんに寄り添われているかと思います。先ほどもですね、緊急地震速報もありましたが、揺れなど大丈夫でしたか？そうですね、七尾市も震度3ということで、結構揺れましたし、ちょっと揺れも長かったのではないかなというふうに感じてます。今回の地震というか、この2週間というか、その元旦の地震の時なんですけれども、市長はどちらにいらっしゃって、その直後どういう対応をされた、そこからまず伺いたいんですけれども。はい、私の方は、自宅の方で、お正月なのでくつろいでたわけなんですけども、揺れがあってですね、かなりの揺れでした。で、結構家具なども倒れたりしてしましたけども、表に出て、津波の心配がありましたので、皆さんを、高台、私の家の裏側に駒根山公園っていうのがあるんですけども、皆さんを高台の方に誘導して、ある程度の誘導が終わった後にですね、庁舎の方に駆けつけて、いろいろ災害対策の情報を集めました。そうすると、なんか市長自ら避難誘導をまずされたという、そういう理解でよろしいんですか？そうですね、道が細いんですけども、知らない方は皆さんこう車で上がろうとしてましたんで、そういうものは危ないですよとか、あと、まだ余震が続く可能性があるので、建物の下は避けて真ん中を歩いてくださいとか、そういうような指示をさせていただきました。茶谷さん、まずその具体的な問題から伺っていきたいんですけれどもね、今七尾市においての一番の問題は何ですか？一番はやはり水ですね、上水道ですね。水があれば、ある程度トイレであったりとか、入浴であったりとか、洗濯であったりとか、そういうものが解決しますので、比較的こう自宅で過ごされる方も多いんではないかなというふうに思ってます。下水の方はどうなんですか？上下ともにアウトですか今？そうですね、下水の方も順次、復旧はしてるんですけども、まだ十分なところではない箇所も多々あります。生活用 の、 その上水道の復旧目処というものは、何か具体的なものも出てるんですか？どのくらいで戻るのか？今日実は県の会議でですね、七尾市のほとんどが県水といって、県の水が来ているパイプがあるんですけども、その損傷が激しくてですね、2ヶ月以上かかるんではないかというようなお話がありました。ちょっと、そういう話を聞いてですね、これからのフレーズも考えていかないといけないかなというふうに考えています。2ヶ月というと、2ヶ月間はじゃあその2ヶ月によって市内全域が復旧ですか、それともその真ん中中心部が2ヶ月で戻るのかという、その辺の雰囲気はどうなんですか？七尾市には自己水もありまして、今2万2000世帯のうちに、3800世帯ぐらいが、もう水が通っているところもありますので、それ以外のところが、これから避難所で生活するか、よく言われる、二次避難所の方に移っていただくかというような、判断になるのではないかなというふうに思ってます。上水道、下水道、上下水道がないというのは、生活的な話になるという一面、その衛生面の心配はどうなのだろうか、そのあたりは今市長としてどういう危機感というか、現状をどのように把握されてますか？そうですね、まずトイレの問題が大きくてですね、衛生面というのは非常に悪い状況であったんですけども、徐々に仮設トイレであったとか、トイレトレーラーとか、
配備していただきまして、うん、あと、まあ、その汲み取りの問題があったんですけども、はい、今あのバキュームカーとかを、うん、たくさん用意していただいて、うん、少しずつ改善はされつつあります、うん、はい、道路の方はじゃあそのバキュームカーが、うん、あの通行するだけ その道路の復旧その寸断の状況はそれほど深刻な状況では七尾においてはそこは大丈夫、こういう理解でよろしいですか。いや、あの道路の方もかなり傷んでる状況で、はい、結構慎重に運転しないとダメな箇所も多々あります、うん、で、まあ、あの渋滞なんかもかなり、うん、発生しているような状況です。村井さん、はい、村井さん、宮城県東日本大震災の後の水今上下水道の話なんですけど、上水道の復旧復活というのはどのくらいかかったものなんですか。まあ、面積が当然沿岸部全部ですから大変だったんですけども、応急復旧するのに半年で、完全復旧はまだです。え、今年の12年、はい、13年目で今年の春に終わります。まだまだです。まだ続いて完全復旧ですよ。応急復旧は半年かかりました。そう考えると今 その市長の話どういうふうにお聞きになりましたか。そうですね、まあ、おそらく2ヶ月3ヶ月っていうのは当然、はい、応急復旧でもかかるだろうというふうに思いますね、うん、なるほどね、はい、それ茶谷さん、その応急復旧と本格復旧というのを村井さん今言葉使い分けされたんですけれども、うん、今のお話どういうふうにお聞きになりましたか。はい、先ほども申し上げた通り、はい、七尾市はほとんど県水が来てますので、はい、県水が隣の中野戸町まで来てまして、はい、あと残り8キロ。県水って何ですか。県の水道、県の水道、はい、県の水、はい、はい、手取川という大きな川から、はい、ロトの方に運んでいる水の配管なんですけれども、はい、それが途中で、まあ、寸断されているという状況で、うんうん、それを復旧させるのに、まあ、2ヶ月以上かかるというふうな、県の発表でございます。なるほど、はい、ちょっと分かりやすく説明すると、はいはいはい、水道、上水下水は市町村の仕事なんです、はいはい、でも、そうですね、大きなダムだとか、はい、取水口から大きな管で持ってきて、はい、市町村の近くまで持っていくのは県でやってる場合が結構あるんです。宮城県もあるんです、はい、で今度下水も、どっかから拾って、うん、持ってきて、はい、県が拾ってきて、うん、市町村からもらって拾ってきてそれを処理して、うん、海や川に流す、うん、みたいなことはよくあります。ははいいですね、はい、本当に発災後数日して、うん、まあ、毎日のように長谷知事とはお話してるんですけれども、はい、一番なんとかしてと、で国による直轄代行はこれはできないんだよねと、上水道はとおっしゃってたのはこの水道なんですよ、うん、だからその県水のところも含めて、はい、まあ、どこがどう切れてるかの把握も難しいし、うん、まあ、工事も難しいし、うん、まあ、道路とかいろんなところについては今回一歩も二歩もで、うん、前に出てね、はい、国の直轄代行がかなり使われますよね、うんうん、はい、でも一番肝心なのがそれができないんですが、うん、まあ、実際に下水道には強大なというかしっかりした事業団があって、うんうん、国交省から理事長が行って、うん、それと同じような上水道事業団というのはなくて、うん、ノウハウはあるとしたら大きな市なんですよ、うん、だからノウハウはあるとしたらあの辺では、まあ、大都市である金沢とかそういうところになっちゃって、うん、でもそれがまあ出し切れないということになると、うん、県外から持ってこなきゃっていうので確かもう3日目か4日目には、うん、日本水道協会の話が行って、うん、例えば東京は板橋区と杉並区から工事出そうねとか、うん、そういうこの貼り付けだけは決まってるんですけども、うん、ただ決まっても、うん、そのどこがどう具体的にでどういう作業にっていうところに入っていくのに、うん、この状態だとかかるから、まだですね、うん、もう知事としても市長としてもそこはもう本当に辛いと思うんですけど、うん、まあ、これ今後考えなきゃいけないと思います。茶谷さんいかがですか。その県外からのその上下水道の復旧に向けた支援部隊というのは話は来てるんですか。人は来てるんですか。はい、今名古屋市の方から多くの人数の方が来ていただいてます、はい、その、まあ、水道の専門の方たちに、はい、復旧に向けて取り組んでいただいているところです、うん、はい、中部では一番水道強い。一方ですね、茶谷さんね、その七尾っていうと和倉温泉っていうふうにパッとみんな思いつくんですけれども、はい、和倉温泉のその現状、はい、どういう状況ですか。そうですね、和倉温泉も今日のお昼にですね、はい、源泉の方が出たという話を聞きました。ただそれを送るための配管がかなり損傷しているので、はいはい、和倉温泉が復旧するにもかなりの日数がかかるのではないかなというふうに思ってます、うん、ただ、まあ、和倉温泉は宿泊場所としてはスペースがたくさんあるので、はい、ここがいち早く復旧することによって、うん、まあ、支援者であったりボランティアの方たちが、うん、こう泊まれる場所があればですね、はいはい、奥能登の早期の復旧につながると思ってますので、うんうん、その辺は毎回国や県の方に要望しているところでございます、うん、茶谷さん、もう一点仮設住宅の準備も始まっているということなんですけれども、はい、
その仮設住宅の準備は今どの程度の話、計画ないしは立地、用地はもう決定したのかとか、もう建設着工してるのかとか、どういう状況ですか。そうですね、ほぼ用地は決まってまして、はい、それから今から、着工の準備をするところ段階です。ただ、はい、その用地を決めるにあたって、これはもう村井さんに伺いたいところなんだけれども、はい、地震が完全に収まったかどうかっていうと、今日もあったみたいにまだ収まってないわけじゃないですか。じゃあ東日本の時みたいに、その高台なのか、ないしは地震が来るか来ないか、どこの断層の上に仮設作るわけにもいかないじゃないですか。その辺のその地盤の状況、情報っていうのは十分そう踏まえた上で用地決定をされてるんですか。はい、今都市建築課の方でですね、適した場所っていうのをしっかりと見極めて、はい、選定しているところです。なるほど。村井さん、いかがですか、この仮設住宅、はい、復興住宅の建設に向かっての、その難しさ、どこにありますか。はい、私、現地に行ってないので、詳しいことは分からないんですけれども、はい、かなり広大な土地、空いてる土地があるようでありますので、なるほど、そういう意味では仮設住宅はですね、比較的、簡単にできる可能性ありますよね。なるほど。人と資材さ集まればできるんじゃないかなというふうに思います。今のお話いかがですか、土地は十分あるんですか。はい、そうですね、仮設住宅に関しましては、はい、小中学校とか統廃合した空いたグラウンドとかがありますので、そちらの方を使ってという話になります。これからの、その定住するための住宅については、しっかりと場所を探、これからしっかりと探す必要があるのではないかなと思ってます。はい、先ほど茶谷市長から仮設住宅と、さらにまた自宅用の土地と用意しなくてはならないという話がありましたが、東日本大震災の時どのくらいの方がこう、元のいた場所に戻れたのか。はい、基本的には希望する方は元のいた家の近くに住めました。はい、で東日本大震災の時は津波で沿岸もやられましたので、そこに人が住めなくして、そして高台に移転したり、あるいはそこに土を持って防潮堤を設けてそこに住んでもらったりということで、比較的全部なくなった後に、あるいは更地に土地を作るので、容易ではなかったんですけれども、割とやれたんですが、今回の場合は家が皆さん上から下に潰れてしまって、だいぶ残ってますんで、その下にいろんな財産とかが入ってますから、それを撤去するのもですね、簡単には撤去できないと思います。でも当然国の金でやってもらえるようになると思うんですけれども、合意を取り付けるのが非常に難しいで、皆さん離れた場所よりやっぱり昔住んでいたところに住みたいという希望が非常に多くなりますので、これから の市長さんのいろんな地元の地域住民との皆さんとの調整っていうのは非常に苦しいんじゃないかなというふうに私は思いますね。茶谷さん、今の知事のお話どう気になりますか。はい、そうですね、建物によってはですね、倒壊したものもあればちゃんと残っているところもあるので、それをどう片付けながら、復旧していくかっていうところはすごく課題にはなると思ってます。はい、それはでも例えばさっきのお話で言うと、仮設住宅を学校の校庭に建てると、体育館の中も一時避難所 1.5 次避難所みたいになっているというところか、それがいつまで続くのかによって教育環境にも影響が出てくる。この辺のあたりは市長は今どういうふうに認識されてますか。そうですね、確かに今学校施設がですね、避難所になってますので、まずは本当に水が通っていただくことによって、今避難所に生活されている方たちが、ある程度自宅で生活できる方もおられますので、避難所をある程度集約して、学校の教育環境を整えるということが大事かなというふうに思ってます。全国の、人々やら首長やら企業の人たちが見ている中でですね、七尾の市長として今訴えたいこと、もしまだお話になっていない部分があればぜひどうぞ。そうですね、高齢化率が進んでます。七尾市は 38%、高齢の方になるとですね、もう新たに建物を建て替えようとかですね、事業されている方ももう廃業しようとか、絶望感の中にいると思います。その方たちに夢や希望を与えるためにですね、新しいができますよとか、新しく事業が復活できますよ、そのために、市としてもさまざまな財源措置をしていきたいなというふうに思っています。そのためにはやはりお金が必要になってきますので、現金であったりとか、この番組見ておられる方は結構経済界の方が多いと思いますので、企業版ふるさと納税という形でですね、七尾市を支えていただければありがたいなというふうに思っています。そうするとやっぱり市長一番恐れるのは人口流出なんですね。そうですね、ようやくコロナが明けてですね、観光地
それからスポーツとイベント等でですね、多くの方たちがこの能登に人がたくさん来るような状況になった矢先のこの地震だったので、もうぜひまた復活復旧してですね、多くの方がこの能登に遊びに来ていただけるような、そういう体制をしっかりと目指していきたい。そのために全力を尽くしていきます。茶谷さん、視聴者からメール来てます。ちょっとお答えください。はいはい、石川県30代の方からです。はい、七尾市に居住しているという方です。水道出なくて会社と私生活で困っています。市民の立場から水道復旧に協力できることはありますか。いかがでしょうか。はい、まあ、一日も早い、水道の復旧をということであるんですけども、まあ、建物によっては貯水タンクがあったりとか、給水車を配備することによって、生活の面が改善されるようなところがあります。こういう水があれば、我々は生活できるんだという情報をですね、市の方にも上げていただければありがたいなというふうに思います。はい、続いて北海道40代の方からです。はい、二次避難についてです。被災者の災害関連死を防ぐために、県は 1.5 次避難や二次避難というのを進めているんですが、この二次避難が進まない原因について、はい、いつまで避難すればよいのか見えないからではないでしょうか。例えば夏までに地元の避難所をより十分な状態にするので、半年少々金沢で過ごしてほしいなどとメッセージ出されてはどうでしょうかというご意見いただいていますが、いかがでしょうか。そうですね、知事も必ず元に返すというふうなメッセージは出してますけども、その辺のタイムスケジュールであったりとかですね、具体的な話が伝わってないということが不安になる材料の一つかなというふうに思ってます。まあ、なかなかその先っていうのは見えないと思うんですけども、ある程度こういう形で、返しますよっていうようなメッセージがあれば、二次避難所に避難される方も出てくるのではないかなというふうに思ってます。でも特に能登の方は地元のつながりが非常に強いところなので、そのつながりを壊したくないということでですね、本当にこう二次避難所に出て行かれる方が少ないのではないかなと思ってます。まあ、私自身も大きな余震がですね、2度ほどありました。まあ、そういう時にですね、まあ、ここでそういう避難生活をしてていいのかなっていうふうなことも正直思いました。市民を皆さん連れてですね、外の安全なところに、出していきたい、そういうような 感覚もあったわけなんで、まあ、特に奥能登の方は大きな余震があると思うので、本当に不安に思っている方もたくさんおられると思います。そういう方の不安を解消するためにも、まあ、二次避難所っていうのは本当に重要ではないかなというふうに感じております。ありがとうございました。はい、七尾市の茶谷市長の横支店、ここまでとなります。大変な時にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではここからは石川県志賀町と中継つないでお話を伺うんですが、はい、まずは志賀町の状況をまとめました。こちらです。まず死者は2人、そして怪我人合わせて重症軽傷合わせて88人です。避難所は40箇所1107人いらっしゃいます。建物の被害も住居で2855棟、停電は地保広地地区合わせて20戸、断水はほぼ全域となっています。避難所の箇所を見ていきます。こちら星印40箇所ですね。そして現在の道路状況、このオレンジ色が通行止めとなっています。この志賀町はやはり志賀原発があるということですけれども、ここが気になるところであります。ではここからのゲストをご紹介します。今回能登半島地震で最大震度7を観測した石川県志賀町町長の稲岡健太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最大震度7を観測した時の地震もそうですが、今日も2時間ほど前ですが、また緊急地震速報も鳴りました。この揺れが続く現状というのを皆さんどのようなお気持ちで過ごしていらっしゃいますか。やはり皆さん不安な中過ごされているようです。先ほど避難所で小学校の学校の再開に向けた説明会が終わった直後に震度5弱の地震がありました。やはり皆さん不安そうにしておりましたし、またか声がいっぱい上がっております。なるほど。稲岡さんね、稲岡さん去年の年末に町長に、これ初当選ですよね、町長になったばっかりなんですよね。なったばっかりで1週間で震度7が来たっていう、このこう初仕事が地震対応みたいな、信じられないところだと思うんですけれども、
どうですか、その町長としての仕事いろいろあるとは思うんですけれども、いきなりこういう、こう危機管理から入ってしまうことっていうのはご自身の経験としては今どんなふうに、まあ、まだ振り返るまではいかないんですけれども、どんな思いで日々当たられてますか。そうですね、町長という仕事そのものがまだ分かっていない中、まあ、ただ今がむしゃらに業務に当たっているところですが、町議、うんうん、として昨年の春まで12年間勤めておりましたので、はい、幸い職員の方々の顔や名前、うん、それなりに知っておりますし、うん、また職員の皆さんに今支えていただきながら業務にあっております。なるほど。震災対応で最も困っていること、最優先の課題は何ですかというお話、さっき茶谷市長にも伺ったんですけれども、いかがですか、稲岡さん、今町の最大の懸念というか課題は何なんですか。やはり断水の解消だと思って。なるほど。断水というのは例えば自噴というか井戸とかそういうものは全然そちらの町にはないんですか。いえ、鹿町は、自前で、はい、水源を持っておりまして6カ所を持っておりまして、はいはいはい、今現在1カ所だけが稼働している、2カ所、1カ所が稼働していまして、もう1カ所は、はい、ちょっと土砂崩れ等によって水源が川なんですが、はいはい、それも少しいつ止まってもおかしくないような状況の中で、はい、それはじゃあ別に さっき の七尾市みたいに県水、うん、県の太い水道管が近くまで来ていてどうこうとか、それとは違うんですね、うんうん、自分の敷地内に水源があるんだけれども、その送水管が破断していて今町の中が断水が起きている、こういう理解でよろしいですか。その通りです。浄水場、そして排水池、その後の排水の方がまだ出ている状況です、はい、うん、復旧に向けたメドとか今工事の進捗状況とかどんな感じなんですか。今それが一番住民の皆さんの関心事で、皆さんから問い合わせいただくんですが、はい、先ほどのお話もあったように、うん、やはり水源の補修から始まって、はい、排水池、そして排水管の修理箇所を見つけて、そして補修していく、うん、さらにその後今度は下水の破断状況を見つけながら調査して、そしてそれを修理するというまだまだ先が長いというのメドとなっております。具体的なスケジュールはもう見えてるんですか。例えば業者さんがいつ入ってるのか、もうすでにチェックは始まってるのか、そこのあたりは今どういう状況ですか。はい、今町外県外、まあ、関東地方から、はい、水道に関しては日本水道協会の関東支部の方に入っていただきますし、はい、下水道に関しては水道事業団の方々に入っていただいて今調査を進めておるところです。なるほど。水道に関して今順次通水、うん、そして漏水を確認しながら通水作業をしておりますし、うん、下水道に関しては今調査段階や破断箇所の調査段階でございます、うん、目処はまだ立っていないんですが、近日中にある程度のスケジュールが出るかなと思っております、うん、水道が戻らない中で例えば学校の再開とかね、その公的な施設が再開していくということについて、衛生面とか学校においても水が非常に大量に必要だと思うんですけども、そのあたりは今どういう状況なんですか。はい、下水道の復旧はまだ先の状況なんですが、はい、施設によっては受水槽というものがあって、うん、そこに水を貯めることによって、はい、その施設だけに限ってですが、うん、水が使う状況には持っていけるのかなと思っております。なるほど。仮設住宅は学校の庭に校庭に建てたりするようなそういう状況にはなってるんですか、それとも仮設はあまりその建てる建設計画が今のところないとか、どういう状況ですか。今実際に仮設住宅の需要がどこまであるか調査中の段階なんですが、うん、はい、仮設住宅に関しては鹿町ではなく石川県の事業になってくるので、なるほど。では建設予定地を県の方に示す段階でして、うん、今一つ町の町有の遊休施設、広いホッケー場があるんですが、はい、そちらを予定地として県の方にお示しした段階で、うんうん、今月には着工するというふうに聞いております。なるほど。避難している皆さん、まあ、一時避難されている皆さん、この状態でいうと建物の被害が2855戸その被害を受けているとか、避難している人が1100人いらっしゃるとかっていうことを伺うと、その方々が住む
場所が早急に必要である、こういう理解でよろしいですか。そうです。全ての方がに必要になるかと言われると、うん、今調査中で分かりませんが、はい、今家の片付けが終わってない方等もおりますので、ああ、家が片付ければ戻られるという方も、おいでると思ってます、あの先日その長谷知事にご出演いただいた時にもね、その二次避難とか 1.5 次避難とか言って、まあ、1回その能登半島から金沢まで来てくださいとか、金沢からまた別のところに期限は切って必ず戻すんだから来てくださいと言っても、なかなか皆さん能登の皆さんは動こうとしない、私だけ、いやもっとひどい人がいるんだからその人たち先にとか、行くんだったらみんなで一緒にとか、非常にこうなんて言ったらいいんですか、長谷さんの言葉を借りれば優しい、なかなかこう率先して何かを自分だけ先にやろうということに対してのそのためらいが強いその土地柄だという、こういうお話ありました。それは本当ですか。事実だと思ってます。本当です、そういう皆さんに対して二次避難とか一次避難とか二次一次避難しましょうとか 1.5 次とかっていうのは町長としてどういうふうに説得するんですか。そうですね、無理に進めるということまではしようとは思っていませんが、やはり過密な状態の避難所も何箇所かあるわけでして、はい、そこに避難されている方々にはやはり感染症の拡大等もありますし、災害関リスクもあるということで、やはり避難所をお勧めするんですが、やはり今ほど言われた通りの、いやここまではいいというお話であったり、やはり生まれ育ったこの場所を離れたくないという思いが強いのかなというふうには思ってます。村井さん、はい、この避難の話どう気になりますか。全く東日本大震災の時と同じですね。あ、そうですか。もう今でも覚えてるのは、あのディズニーランドの前にホテルいっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、あそこが、はい、あそこが開放すると、はい、私みんな飛びつくかなと思ったんですよ、全く行かなかったですねなるほど。本当にあのせいぜい宮城県内で、まあ、ちょっと温泉に入りに 2,3 日温泉に入りにっていうぐらいは、行ってくださいましたけど、それすらなかなか簡単に行かなかったですね。もう今でも覚えてた町長が涙ながら見送ってるの、その 2,3 日温泉に行くだけでもなかなか皆さん行ってくださらないので、はあ、いや本当皆さん離れないんですよ。それは自分だけ先に行くのは嫌だ、それともこの土地にただ単に離れたくない、なんですか。理由はいろいろあるでしょうね、はい、まあ、自分の家が、まあ、近くにあるとか、はい、あるいは家族が行方不明だとか、はい、亡くなった方がいるか、いるだとかですね、自分だけ逃げたくないとか、まあ、いろんな理由があるんでしょうけども、本当に私ですから今回長谷さんが 1.5 時2時って言われた時に、はい、メールで、はい、あの思ったほど皆さん移動してくださいませんよっていうようなメールを送りました。なるほど。それは覚悟の上で頑張ってくださいっていうふうに送りましたね、はい、もうすでに7日の時点で、和倉の周辺で空き巣が出てるっていう、まあ、現実と噂が両方あって、なるほど。私はそれはドローンで見回ったらどうかっていうふうに提言したんですけど、はい、だ警察官の方忙しいですからできないですよね。やっぱりその部分も含めて、その不安を全部解消して、もういくらでもお留守にしてくださいっていうのが、言える状況が作れれば、さーっとこう引いていただけると思いますよね。稲岡さん、なかなかできない。町長今のお話ね、その行け行けと言っても、はい、そのなかなか難しいというその町民の皆さんの心をその、なんていうスイッチを入れるためには なんですか、治安なんですか、盗難の心配を防ぐこととかが重要なんですか、何をすれば皆さん動く気持ちになるのか、そこはどうですか。そうですね、家を開けた場合のそういった不安もあろうかと思いますが、まずこの地元で仕事をしている方はそこまで離れられないでしょうし、子どもの学校等もあろうかと思い、主にやっぱそういった地元にこの近くにいなければならない理由がある方が多いのかなと思ってますので、なるほど、まで行ってほしいというふうにはなかなか進められないなとは思って、多少、町長にその強制力があるとは僕は思いませんけれども、一方多少強制的に動いてもらわないと、例えばその瓦礫の処理の問題であるとか、その復興住宅の仮設住宅、復興住宅をどこに建てるのかというそのプロジェクト自体が進まないんじゃないかという、そこのあたりは町長どうお感じになりますか。そうですね、二次避難している間にそのプロジェクトを進めるという、でしょうね、それは今避難所にいたままでもプロジェクトとしては進められるとは思っています。むしろ住んでいる方のニーズを拾うためにはやはり避難所にいる方の声を聞くことが必要だと思っていますし、
遠い二次避難所まで行くとそのニーズが拾いにくくなるということは懸念されるんじゃないかなとは思います。なるほど。稲岡さんね、その原発の話をちょっと伺わせてください。やっぱり原発がある自治体であるということが、例えば僕なんか地震がパーンとあったっていう時に思うのは、普通の地震だったらまあ避難所に逃げましょうという指示をするのか、ないしは津波に対する警戒だったら高台避難しましょうということなのか、ないしは原発に対する避難だったら30キロ圏外に逃げましょうということなのか、地震によるどういう災害をイメージするかによって町から住民に対する避難の指示が僕は違ってくると思うんですよ。今回どういう指示をされましたか。まず最初に発災直後は、うん、大津波警報が近町全、はい、のと全域に出ていたかなと思います、うんうん、やはりその時の警報の中身としましては、まず高台に逃げましょうというふうに出ていましたし、うん、多くの方がその指示に従って気の向きのまま高い場所を求めて待っていたと思います、はい、うん、私も発災した時には自宅の2階にいたんですが、はい、すぐに家族の安否を確認した後すぐに役場に向かいました、はい、ここでまず原発の状況を確認し、うん、異常なという一報を受けて、はい、そこからその原発避難よりもまず津波の避難、高台避難の方に、うん、町民を導くようにしました。なるほど。一方その状況下において原発の方がどういう状況なのか、津波があるというと、もう後で村井さん伺います、その福島 F1 の時の津波による電源喪失みたいな状況があるのかないのか、そこに対する心配や懸念というのは町長の胸の中にはありましたか、どうですか。それは当然ありました、うん、最初の警報の時に津波の数字が確か5メートル、はい、最大5メートルだったと思います、はい、そして今北陸電力志賀原発の想定津波11メートルより、はい、低いというふうにすぐ直感で思ったので、なるほど、津波の被害は志賀原発にはないだろうというふうに思った、うんうんうん、その意味においては、じゃあとりあえずその原発災害に対する懸念よりもまずは高台に避難しようというのが町としての主たる指示だった、こういう理解でよろしいですか。そうです。村井さん、はい、原発災害も睨みながらの地震からの避難誘導、避難指示、どこが難しくなりますか。福島原発のですね、はい、第一原発の事故以降ですね、うん、非常に規制が厳しくなりました、うん、で、まあ、世界一と言っていいほどの安全、はい、確保をもう、まあ、決められたわけですよね、はいはい、で先ほど30キロ以外に逃げるとおっしゃったんですけれども、うんうん、もし仮に原発が重大事故を起こしたとしてもですね、はい、すぐに放射能は漏れないようなもう仕組みに今なっております、うんうんうん、放射能は出ません、はい、仮に、予備電源もあります、はい、もうたくさん作ってますけど、予備電源が仮に全部止まったとしても、はい、すぐに、放射能が出ないような形になっておりますので、はい、まずは、地震だけであれば自宅にいていただくのが一番安全です。だから今回は津波があるということですと、はい、高台に逃げる、うん、それを優先してもらうということが重要だと思います、うんうん、でその後、重大事故が起こって、うん、避難しなきゃならないとなった時に、うん、まずは、5キロ以内の人たちから優先で逃げていっていただきます。ほう。でそして5キロから30キロの人たちは自宅に留まっていただいて、はい、そして、放射能の流れ方、風等で流れ方を見ながらですね、はい、順次逃げていただくというふうにルール化されていて、うん、今そういう、ごめんなさい、それって宮城のルールですか。全国統一、全国のルールです。全国統一、はい、うん、志賀原発もそういう訓練をやっているというふうに思います。なるほど。従って、町長が今おっしゃったように、はい、まずは様子を見てですね、うん、安全だということを確認した上で、うん、津波の方を優先して早く逃げてくれと、高台に逃げてくれと言ったのは、はい、正しい選択だったというふうに思います、うん、なるほど。今のお話、町長どう気になりますか。町長の頭の中にも今村井さんの言われているのマニュアルがパッと思い浮かぶ、こういう体制にはなっていたんですか。そうですね、うん、年に1回この原子力防災訓練というのを行っておりますし、はいはい、各地区のその動きも当然訓練の中では頭に入ってきました、うんうん、ただですね、これその志賀原発に関して情報がいくつか錯綜したのではないかという、まあこれははっきり申し上げて我々がメディアの方が悪い部分って、うん、ね、村井さんごめんなさいね、メディアがそういうことを、メディアの流した情報が悪いの部分 も当然あるんですけれども、うん、その地震の直後に変圧器破損で外部電源一部喪失、はい、完全復旧に半年超えるんじゃないかなんていう話が
ピローンと流れて、でも原子力規制委員会が安全上の問題はないんだということをまずこれ打ち消してくれたこともありましたし、情報が2点3点して火事が起きたとか津波が来るとか来ないとかっていうことについてもさまざまな情報がまあ錯綜したわけですよ。で一方その断層の動きについてもこれはまだ未だに地震研の皆さんなんかも含めてじゃあどこの断層が動いたのかっていうのはこれからの検証なんでしょうけれども、この情報がこういろんな情報が飛び交ったも時っていうのは稲岡さん何を信じて町民に指示を下すのかどうだったんですか。おっしゃる通り情報が2点3点したことに対しては一体何を信じたらいいのかなというふうにはごめんなさいとしか言いようがないですよ我々。やはり後出しの後に出た情報に訂正して町民に伝えるしかないのかなとは思って。通信インフラが遮断されている部分もあるわけですから町からの防災無線等々が唯一の情報源になったりする可能性もあるわけじゃないですか。こういう時の情報の選択と流し方というのは何か対応の基本的なルールは町としては稲岡さんあったんですか。そうですね、基本的に北陸電力からいただいた情報を私どもが受けてそれをなさない電力事業者からの情報を私どもとしては検証のしようがないので、まあそれはそうですね、あと出た情報が違っていたと言われたらそのままその通りなしか私どもとしてはないのかなと思っております。うん、村井さん、はい、これはやっぱりもうしょうがない、うん、電力事業者からの情報を信用して流すしかないってこういうことになるわけですね。中に入れませんからね。そうそうですよね、うん、その電力会社からの情報によって判断をするしかないと思いますね。片山さん、ここまでの町長 の、 その、はい、まあ、対応どう気になりますか。いや私は大変冷静にね、はい、よくこの状況で対応されたと思いますし、はい、まさに建設会社のキャリアで、うん、防災士でもあられるということで、うん、素晴らしい対応だったと思いますよ、うんうん、なかなかこれ以上にできるものでもないですし、うんうん、今回やはり前年にこの志賀原発の下って、うん、活断層があるのかないのかって議論が長年あって、ほほほ学者の一人が、はい、学者の方の一人が、はい、活断層ではないかっていう報告を出されて、うん、仮にそうだと再稼働ってできないんですよね。なるほど。ただ今回、うん、何が原因でどこが動いたかを分析した上で、うん、少なくとも志賀町において震度7であり、うんうん、それに対して、うん、まあ、原発の建物系について、はい、あるいは機械系統系について、うん、極めてソリッドだったということは言えそうであり、かつ3メーターぐらいの津波が何回も来ているということが今はまあどうもそうだったらしいと、はい、それに対しても耐久力があったということは、はい、そのことは評価すべきことだと思いますよ、うんうん、それ以上私は全体の分析をするには非常にまだ大きな調査がいりますから、うんうん、それ以上申し上げることは一切ないですよ。ただ、うん、そのことを、うん、まあ、ある一定のファクトとして、うん、この段階では、うん、まあ、見てもいいのかなと思いますね、うん、なるほど、はい、稲岡さんね、この志賀町というところはその、まあ、原発があるということは基本的にはその強固な地盤の上に原発って建てるもんなんで、うん、強固な地盤がある町なんだろうなと思うし、実際に最大震度7の時も志賀で起きてるわけですよね。 でも建物 の、 その倒壊損壊状況というのは、うん、場所によって全然違ってるわけじゃないですか、うんうん、そのあたりというのは町長としてこの志賀町のそのなんていうのか地盤の状況、うん、耐震強度の町の中のそのギャップの大きさ、どんなふうに受け止めてらっしゃいますか。はい、まあ、輪島や珠洲が大きな被害出ているなとは思っていますし、うん、この志賀町においても局所的にほぼ同じような全壊半壊の状況が起きています、うん、一方でやはり原子力発電所の立地している地区の周りは岩盤の上ということであまり被害がない、うん、そういった状況です、うん、場所によってやはりこの地震の被害の差が実は17年前の地震でも同じような場所に、場所弱い場所地盤の弱い場所で大きな被害がありまして、はい、やはり地域的なこの地盤の強さ弱さというのがあるんだなというふうに感じています。うん、そうするとじゃあ例えばこれから仮設住宅とか復興住宅の話になるときにね、どこに建てるのかというときの話です。当然その建設用地というのは一定程度地盤が硬い、まあ、どこまで確認できるかどうか僕は分かりませんよ、硬い地盤の上に要するに建物がバタバタ倒壊している場所ではないところに仮設も復興住宅も建てていく、当然そういう前提になっているところでよろしいですね。実はそこまでの検証が進んでいない
中で今選定をしております。今ご指摘の通りだなと思いました。今探している場所としてはまず広大な平地を探し、まず町有地の地面を探しておりました。はい、そうするとごめんなさい、能登の群発地震っていうのがもうこれでおしまいというのならば僕はそれで構わないと思うんですけれども、稲岡さんとしてはこの群発地震まだ終わったという見極めにはまだ至って当然ないと思うんですよ。そうすると用地の選定というのは今どのようにお感じになってますか。そうですね、今本当に先ほど震度5弱が起きたばかりですし、地震がまだまだ終わらないなというふうには思ってます。そういった中で確かに選定基準の中にそういった地盤の上に建てるということも必要になってくるかなと思います。町長としてね、そちらの町の人口流出1時 1.5 時2時でこういうふうに出てしまった人たちが帰ってくるようにするためには帰ってこさせなきゃ町長としてしょうがないじゃないですか。それに向けてのその準備というか心構えというか、出すときには帰ってきてくださいというふうにどのように約束させるのか、ないしは約束させることもできないですよね。その人口流出に対する懸念、どのように今現状を受け止めていらっしゃいますか。はい、やはり今二次避難として避難される方の中にはもう子どもさんの健康も含めて引っ越しされるという、引っ越しという表現でされていたかなと思います。もう引っ越したら帰ってこないよね。転出ありきのような避難の形になってしまって、はい、そうなると本当に帰ってくる理由がなくなるというか、そうなってしまうなと本当に懸念しております。なるほど。戻ってきてもらうためにやはりこの町の復興する未来に向けた町づくりに向けた復興の姿を その町外に出た方に見せていくべきかなというふうには思っております。そうするとごめんなさい、やっぱり原発というのはね、雇用、町町の財政とかを考えると、その原発との共存というものはこれは必須の条件であるという ところは、まあ、当たり前だということでよろしいですね。と思ってます。はい、メールいきましょう。はい、富山県の60代の方からいただきました。富山市内に住むものです。鹿町といえばどうしても原発が気になるところですが、町の水道と原発の水源別物ですか、原発から支援はないんですかというご意見です。いかがでしょう。はい、水源としてはそうです、別です。原発から水を引っ張ってくることはできないんですかというのもあるかと思うんですが、趣旨としてはいかがでしょうか。原発から水を引っ張ってくることはできないと思ってます。正確に答えられますが、できないと思ってます。はい、原発は原発としての安全性を確保するために独自の水源を持ち、そこからその原発に引き込む水のなんとか取水パイプなんかも当然のことが、耐震性はかなりの強いものが当然そこに作られているという理解でよろしいんですよね。そうです。なるほど。はい、続いて兵庫県の50代の方からいただきました。町の外への避難ですが、故郷を離れると現場の状況が分からなくなって、仮設住宅や復興住宅の抽選などが後回しにされるのではないかという心配されている方も多くいるのではないかと思います。故郷を離れても情報の共有や手続きができるシステムを整える、その面での安心感を住民に与える必要があるのではないでしょうかというご意見ですが、いかがでしょうか、稲岡さん。はい、二次避難あるいは親戚の方、町外に避難された方、一定数置いてます。そういった方の支援のメニューというのが今石川県の方で用意していると聞いております。そちらの周知も各避難した先の市町での周知を今図っているというふうに聞いていますので、その辺は見ていただきたいと思っています。はい、はい、ということで鹿町の稲岡町長のご出演ここまでとなります。大変な中ありがとうございました。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。